それでは、愛という文字の少しチャレンジしながら文字を作成したいと思います。右側のレイヤーボタンをタップして、6のレイヤー、5のレイヤーは先ほどのインが入ってますので、6のレイヤーをタップして、続いてレイヤーを切り替えます。レイヤーを下に持ってきます。5のレイヤーをタップして閉じます。そして、少し色をつけたいと思いますので、ブラシを選択しますので、ブラシ切り替えボタンをタップして、化粧からブラシにします。続いてブラシの選択ですが、GPN ハードのままですので、このまま閉じます。色をこれから選択したいと思います。赤色を選択します。心の芯の点を2つ少しチャレンジしたいと思います。このように少しはみ出るようでしたら後で消しますので、続いてブルーも少し紫がかったブルーを好きですので、そちらの方に、そして夫婦愛の愛という文字のところに心という文字に少し して入れてみてはいかがでしょうか。そうしたときにこの部分に黒い部分が残りますので、レイヤーボタンをタップして、今4の複製したレイヤーのところして、消しゴムで切り替えで消しゴムになりますので、細い線でこの部分だけちょっと多めに消えます。できるだけ細くこの部分だけ消していただくといいと、はみ出る部分ですね。そしてこの部分、細かいですので拡大してこの部分ですね、消していただいて、このようにしていただいて、こう見ますと先ほどの愛の消した部分の状態のところを少し見せたいと思います。今描いた2つの丸の部分のボタンを一旦画像をちょっと閉じたいと思います。閉じましたら消した部分のこの部分が分かります。このようにして複製していきますと、片方の文字が残りますのでいいと思います。それではもう再度開きます。そして保存します。保存しましたら、先ほどのようにフォトライブラリに保存しますので、右上の右から2番目のボタン、タップしてフォトライブラリに保存します。確認します。このようにフォトストリームに保存されます。保存されています。そうすると作品がこのように出来上がります。このようにして様々な、またいろいろ工夫する方法がありますので、
いろいろ試してみてください。